ホテルまでのロードマップを知りたいですよね、うん、はいはいはい。でももう行か、行か行かファミリー出会い研究所ナンバースポット編一番嫌いな話題なんです今回ちょっとゲストの方がねちょっと賑やかなんで賑やかですね、はい、一人ずつちょっと自己紹介あ、自己紹介してもらいますね、はい、どこから頼む何これ社会的に何かやってる何これ改善しようとしてんの今の俺が言ったら何かミックですあ、ミックですエビシャのパクリから始まりました京平です。こんにちは。パクリ、パクリ、パクリ。あれ初出演なんじゃないか。あ、そうだね。そうだね。最近そんな会ってると。そうだね。そう、裏ではめちゃくちゃ会ってるんだけどね。いろいろ手伝ってもらって。来ました。はい、お願いします。はい。どうも、元才能の塊。元才能の塊。今は才能ないです。今は発揮しようと頑張ってます。このタイミングでこれ出るのやばいっすね。簡単に言うと、僕がお酒飲みすぎて仕事しなくて借金抱えて、相方に愛想尽かされて解散したっていう元アイミツの元アイミツの元アイミツのジュネットですアフロじゃなくなったけど、分かんないかもしれない確かに確かに確かにね、アフロにして、偶然タイミング的にそうなったからアフロのせいみたいになったねそうです、あ全く関係ないけど、エビシャと出会ってから金とはおかしくなってなんでよ休んだけどさあ、そうギリシャあ、ギリシャでもね、なんでこんな訳あり3人に呼んで何が起きてるのあそうだね訳あり訳ありいや、だいぶやろ俺に関しては人生が訳ありどこ感動え、そのメガネはかっこいいと思ってつけて恥ずかしいなんか、ここから紐みたいないいやん、かっこいいやろかっこいいやろまあ、みんな頑張ってるということでねちょっとやだなでも今回ね、研究所ということで、はい、まあ、イケてる後輩の皆さんにお集まりいただきました、はいはい、まあ、ということでね、今回はナンパスポット編となっております。はい、はい、まあ、ナンパスポットといえば、どこですか。これどこがいいじゃないですか。あ、これどこにね、はい、そうだね。なんか、大阪とかナンパスポットとかあるんですか。大阪のナンパスポットは東通りと五月天神の境のところの交差点が一番多かったですよ。交差点の交差点プラス終電が終わった時の茶屋町の方向に梅田から向かっていく人とかのやつですよ。へー、それ関東だけ当たり前だと思う。いや、でも大体そこら辺にナンパしてみたいな人いるんですよ。あ、そうなんだ、有名なんでしょ。まあでもそういうね、ストリートのナンパスポットってちょっとハードル高いじゃないですか。今回紹介するのはちょっとハードル低めのナンパスポット、なんかそれこそ堀道会とか恵比寿横丁、ちょっとイージーめな、うん、ちょっと酔っ払ってノリで旬のもんよみたいな感じで行ける感じのナンパスポットの攻略法をちょっと紹介しようかなと思います。まあ、ということで講師は、3人第1弦森山さん、はい、ナンパスポット紹介してくれます。なるほど、スポットの人、まあ、ナンパスポットと、まあ、その特性、まあ、場所によってね、分かれるじゃないですか、うん、ちゃんとしてるよりなのか、ちょっとワンちゃんよりなのか、うん、なんですかね、まあ、場所を紹介していきたいと思います、はいはい。で、第2弦が、ケース君、実際、そのナンパスポットに行って、どう立ち回るか、おお、一番むずいところ、どう飲みにこぎつけるかみたいな、そこのね、ワンポイントアドバイスを言ってもらいます。で、第3弦、僕、捕まえた後、どうやったら仲良くなれるか、持ち帰れるか、連絡先交換できるか、みたいな。話をさせていただきます。おー、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ早速森山さん、はい、はい、ナンパ苦手な森山さん、そうだね、確
そう、講師として楽しいのかな。一応スポット紹介の人だから、ね、あ、そうか、スポットが詳しいから、そうか、そうか、ナンパスポットっていうか、ちょっとエリア特性みたいな、東京の中で、まあ、こういうとこってこういう人いるよねみたいなのをちょっと広く説明できればなと思います。鳥の貝の話したから鳥の貝から行こうかな。新橋、銀座、汐留、実際今鳥の貝ってナンパスポットってめっちゃ有名なんだけど、どういう人がいるか。男、女、性別から言いますね。男、エロ、エリート、サラリーマンがいますね、ここには。カネトさん。カネトさん。いや、違うよ。イメージしない。カネト、お、サラリーマンでもないし、エリートじゃなくない。エロだけど。こういう顔してる人が多い。あ、そうそうそう。フェスのね、っていう。性欲のパターン。おいおいおい。GS とかに。GS もそこなんですね。GS 結構ここにいますね。あとは、あ、GS これゴールドマンサックスの方ですね。おー、そうそう、キーですもんね。そう、キーエンス、リクルートとか、そこら辺はいますね。あとは、電通だね、電通。まあ、全部落ちたわ。でもさ、でも、細ってるさ。細ってるかな。かっこいいもんね、ここは。ちょ、かっこいいよ。いいよ、金とだけなんか、会社名。まあ、スペックで結構モテに行くやつが多いですね。俺、電通なんだけど。俺、金とはなんだけど。女の子は、巨乳。いや、わかる。それは巨乳だけなんですよ。そのエリアにもいるよな。巨乳丸の内多いよ。めっちゃいいやろ。年齢層で言うと、まあ、20代後半から30代前半ぐらい。まあ、俺らぐらいか。ちょうど。の人が多いんじゃないかな。まあ、若い子もいるけどね、もちろん。っていうのと、あとは、ミスコン。マジ？アガリ。願望？願望だな。ミスコンアガリ。なんか結構これでも熱いっすよ。なんか一時期ちょっとね、静かになったって言われてたんだよね、これ業界。ナンパスポットでちょっと盛り上がりに欠けると、上の方が盛り上がってんじゃねえみたいな話があったんだけど、最近息を吹き替えて、そうなんだ。盛り上がってんだ。俺も行ってないんだけど、全然。当時はね、結構、サラリーマンの時とか結構行ってたね、ここは。昔とそのいる層は変わらないですか、最近。あ、変わんない変わんない。会社がある限り、こいつらがいる限り、ここが集まる。エロエリートサラリーマン、金とかいる限り。金だカメラの巨乳好きだから。全然そのもんですよ。性格重視なんだよ。前だって誰来たの巨乳だったじゃん。ほらもう山絶対ダメだ。休止中なのやばいよ。バーで飲んだんだけど、一番後輩、カメラが一番後輩の状況でバーベロ中止だった。そのままお疲れ様でした。しかも女の子からチューされただけです。自慢いいねって。そうですよね。いや俺は記憶ないんだよ。ないんか。写真もあるんだ。それで言ったら乗られてたじゃないですか僕。いやお前ともがっつりこれも知らないましたよ。乗られて尻を持っただけ。おい絵はついてくれ。こういう感じですかね。やっぱりこれの方が素晴らしいということで、次マイリス行きますか。じゃあエビス、まあ、僕らのホームタウンです。昔から住んでるんですけど、ここはナンパとちょっと違うのかもしれないけど、合コンの街なんですよね。そうなんですね。そう、合コンの主流なんですよ。で、エビス横丁ってあるじゃないですか。ここではナンパが行われてます。エビス横丁ね、ナンパスポットって感じですよね。そうそうそう。だからまあちょっと属性もちょっと異なると。はい、はい、まあ男、合コンマスター。合コンマスター。合コンマスター。一部の人の話。いやいやいや、全員そう。全員マスター。ああ、香港マスターいます。面白い。カネトはいないんですか。そんなのエヴァー。エビスにもいるんだよ。あれ、エビス住んでたよね。住んでました。この流れで言うのに嫌やな。女、鉄壁の漢字。これ、女漢字ですね。合コンでいう女漢字。彼女らは守ります、仲間を。だから連れてくんだけど、絶対持ち帰らせないと。大丈夫、時間大丈夫。え、何時終電、何時終電。え、でもそれ連れ行かなきゃいけないって守るんですよ。はい。エビスの女は全員守る。全員帰る。全員持ち帰りたくないですよ。それでもやっぱゴリって行くやつが持ち帰る。なんかホコタテみたいね。あ、そうそうそう。カネトカネト
で余計を感じちゃう。名前とか書いてるでしょ。そうですね、まあこんな感じですね。まあ、年齢層でいうと学生からまあ社会人まで結構幅広いですよ、エリスって。まあ、渋谷よりはちょっと大人かなっていうイメージですね。じゃ基本的に持ち帰りとかは難しいってことですか、エリス。あ、でもエビ横はちょっと属性違うかも。エビ横なんだよ。エビ横エビ横はね、活気づいてますね、結構ナンパ待ちの女の子もいるし、たぎってる男もいるし、あそこはね、完全に出会いスポットだね。そこにはどんな男とか女がいるんですか。いや、もうね、いろいろめっちゃ幅広い。女の子は結構上もいるから、てか上のイメージある30代とか、そんな別に40代ぐらいの女性もいるしね、エビ横はっていう感じっす、エビスは。はい、じゃあラストいきますか。ラストあるラストいきますか。新宿、歌舞伎での、歌舞伎町、ここはね、まあな、まあ、そまあな、こういう街です。ここ、こういう街、ホスト VS キャバクラショーっていう。視聴者の9割がわかるでって感じで、ここ、お茶割りですね、お茶割り、お茶割りの街ですね。時間が強いな。ずっとお茶と焼酎があって、氷があって、ずっと入れてるみたいな飲み方をするんだよね、歌舞伎って。決めつけるんだよね。するんだよ。全員。いや、ストカンストローを地べたでしょ。あー、東横ね。東横ね。なんかナンパスポットっぽいよね、あの辺。あそこナンパスポットなの？え、この世の終わりじゃないの？あそこはね、そういうエリア。まあ、東横一応書いてるか、東横。てか、とりあえず、全体的に治安が悪いです。初めて金とか現れたな。うん、確かついに。新宿行かないし。新宿行かないですね。来たらでしょ。あれ、そこはな、そこはな、そういうこと。あの、街がね、北じゃないよ。街が新宿が北なんだよ。あー、北なんだよ。やっぱ東京っていい街やから比較したらっていう。そうっすね。あとね、誰いるかな。誰いるかな。なんか、近いのとかいるね。もう大丈夫っすよ。三曲かけてるね。本当にそうだけど。ぐらいかな。ナンパの方が少ないですね。最近はあの AR の東口の方も多いらしいです。AR のさ駅の中。あそこ？あそこ。ただ西新宿界隈で盛り上がってるらしいですよ。西新宿？どこが講師やで。だけやな。あとワープ、やっとクラブ出てきた。ついにクラブ来た。ワープが日本で一番盛り上がってるって話を聞きますね。ここはだからノンパスポットなんじゃない。若いけどね、めっちゃもう20代前半。そう、前半。まあ僕も1回しか行ったことないですけどね。盛り上がってます、バクリ。以上。だいぶ詳しくなったんじゃないですか。はい、以上です、ありがとうございました。え、拍手まくね。皆様に教えるんですね、ナンパスポットに行ってからの立ち回り方。おお、皆さんはね、プロですからあまり説明してもって感じだと思うんですが、どういうスタンスでナンパスポットに行けばいいかってところ、スタンスをお話ししたいなと思います。さっきと流度が違うんだよね。分かりやすくですね、まあ、森山さんが難易度が高いとしたエビ横、エビス横丁ですね。エビ横でナンパをしたらするときどうすればいいかっていう、まあ、エビ横モデルに話をさせていただこうと思います。エビ横って難しいんですかね、本当に。森山さん、結構難しいですね。イージーです。イージー、イージー、イージー、さすが。まず森山さんおっしゃる通り、エビスって結構あのレベルの高い女性が多いんですけど、ことエビ横に関しては出会いを求めに来てる子が多いですよね。合コンしてる場所多いですよ、エビスは。ただし、エビ横って男と合コンない日に女の子と遊んだりとか、飲みの延長二次会とかで使う場所になるんで、あの暇してる子が多い。これちょっと僕の主観ですけど、印象です。で、男も男でやっぱりこう求めてるんですよね、女の子。だからもうここ本当にもう出会いが横行してる場といいますか、日々出会いまくってる場所なんですけど、そんな場所でどうやって戦うかって話ですね。ナンパするときって何考えてますか、皆さん。嫌だなぁ。よう、そんな人に講師しましたね。
どうやって声かけようかな、どうやって声かけようかなとか、まあ、僕だったらやっぱ緊張しちゃうんですよね。いくらこう持ってないを求めてる子がいるとはいえ、あの知らない女性に声をかけるっていうのは緊張する声なんですけど、まあ、そこをやっぱり言わなきゃいけないといけない。緊張している男って持てないんで、だから何が大事か発表させていただくです。緊張してない、緊張してない、緊張してない。おー、しようと思ってまずレビューを理解してください。男友達と言っていいです、もう一人ただ行くことないと思うんで、まあ、男友達と二人と行ったとしましょう。そしたらまずは二人で楽しんでください。酒の場を席確保して楽しむ、ナンパしようって思ってる男って結構気持ち悪いんですよね。そう、お伝えしたいのはエビ横に行ってもう女の子を探そうとしすぎないでほしいっていうことを言いたいんですよね。僕は楽しむことが僕は大事なのかと思ってまして、女の子すっごい敏感なんですよ。自分に向けられる矢印というか、あ、こいつナンパしていこうとしてるなっていうのをもう感じまくってる女の子いんで、まずはもう酒飲んでバカになりましょう。なんかこの人たち楽しそうだなっていう雰囲気作りをまず男たちで行きましょう。そこなんですよね、僕が伝えたってことは。終わり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 。でもずっと見えないです。見えない酒にそこまでしてるし、まあ酒はさておきですけど、やっぱりナンパするぞっていう意気込みはもちろん大事です。ないとね、実際動けませんから。ただ隠してほしいんですよね、ナンパ心というか。ナンパ心、絶対今日抱いてやるみたいな、気持ち分かるんですけど、男は誰しも持ちますけど、それがない方が強いんですよね、結局。なるほど。楽しんでるっていうのを言い換えれば、余裕のある男を演じてほしいんです、エビ横で。まあ別にそんな、女の子待ってないみたいな、今日なんか友達と楽しい、楽しい飲んでるよみたいな、あ、一緒に飲んでるみたいなぐらいの余裕が欲しいです。ここもうギラついてるとしか言えないんで、しかもなんか差別化したいんですよね、そこで。だからまずは女の子いいから、いや、見えない見えない、言わないよね。これは僕の手法ですね、やっぱその、これには余裕を持たせるっていうか、緊張緩和させたいっていう気持ちもありますね、僕の中では。なんかあります、皆さん他に。エビ横って、席で飲むじゃないですか、はい、どうやって飲むんですか。僕おすすめは席確保したいですね、まず入ったら、はい、見て回るっていうよりかは、僕のナンパスタイルはまず席確保します。おすすめ、どこ出てる。まあどこでもいいですね、エビ横広いんで。来たり来たり来たり、すみません、ここで会います。僕は動いてる女の子をちょっと黙れやいいですね。結構多い。結構気がついた。俺の宮崎に1時間半後くらい、はいはい、でもこれが一番やりやすいんじゃないですか。席どこ行こうかなって迷ってる女の子も、一緒に動かしてる。大昔指横でやってた時は、はい、女の子2人とかが座ってる横に席を つけてましたけど、でも盛り上がってたら視線感じてきて、視線感じたタイミングでナンパしてました。おお、それはやっぱり男で楽しんでる。そうです、だからまさにそれ。やめてやめて、さすが興味深いのさ。やめて、やっぱりまず楽しんでるとか盛り上がってるのがですね。しかもそうなったら向こうから声かけてきてくれたりもするんじゃないですか。いやでもそれを待つっていうのをやってました。結構街でも行けるんですね。だから行きます、街でも。エビ横女子はね、男に会計してほしいですからね。そうなんです。なるほど、さすがいい視点です。男性と知り合いたいのはもちろんなんですけど、パラでとか見てるじゃないですか。そしたらもうね、一緒に見たらおるよっていう人多いんで、ここはやっぱ集まってきますね。エビ横ってやっぱもう事前に女が飲んでた分も出さなきゃいけないんですか。やからかお出さなきゃいけないことはないです。でもそこはまあ男の家ですね。この後藤本さんが解説するかもしれないですけど、例えば誓いの成功率を上げたいとかなら、エビジャの財布の紐緩いですよ。僕はお金出して帰られることもありましたね。でもね、まあそこは足がね、おすすめです。女性がその相席屋に行かずにエビ横に行く理由は何ですか。相席屋に行くっていうのはもうなんかただ飯食いに行くみたいな感覚でもあるじゃないですか。見え方が女の子ただって歌ってるみたいな。でもあくまで私たち別にそんなただでとかじゃないけどみたいな、プライドが漏れる。深いっす。エビ横って、ね、分解シフト深いですね、確かに。
エビ横深い。エビ横深い。相席が近くにあるのに行かないです。確かにね。相席は相席で盛り上がってますけどね。でもやっぱり選ばれるよね、ここ。出会いに来たと思われたくないんですかね。それもありますけど、あくまでこう、私たちは私たち来たよっていう程度取れますからね。ちょっと行きたくなってきましたね。おー。心が触る。SNS も結構してたんですか。エビ横ですか。結構毎日通ってましたね。あ、通って。あ、中を通るんですか。中を通って、今日の感じはどうだろうな。すごい強い。ウィンドウ状態ですね。大根座ってる。恵比寿住んでる男なんてみんな通ってると思うよ。仕事ぐらい、あ、ちょっとエビ横行くよみたいな。抜けれるからね。抜けれる。出口に行くわね。そうなんですよ。エビ横の行動として、もう出たり入ったりも多いんで、ここピックアップもできますしね。概要欄から、恵比寿横丁。アンケート？いやいや、払いよ。ミツ抜けちゃって。あ、ミツ忙しいやん。忙しい。忙しい。大丈夫。エビ横？エビ横？エビ横じゃないです。エビ横じゃないです。行かないです。すいません。ありがとうございます。すいません。お先に。すいません。お疲れ様。失礼します。そういうことでまあ、エビ横の紹介でした。あとね、森山先生の言ってたナンパスポットと、コリドーとかちょっとまだナンパの仕方変わってくるのが、まあ、いわゆるストリートナンパになってくるんですけど、あそこはまあ、飲んでる子多いんで、比較的難易度低いストリートナンパというか、スーツ着てりゃいけるみたいな、プレスにもなるんですか。いや、僕、コリドーあんま行かないんですよ、それで言うと。俺もそのコロナ明け1回も行ってなくて、どうなってるのか分かんないんですけどね。1回行ったぐらいですか、コリドー。へぇー。はい、ナンパしに？それもナンパシーンっていうか、なんかウィンドウショッピングですよ。ああ、たまたまそこら辺で飲んでて、ウィンドウショッピングしたぐらい。ああ、なるほど。ウィンドウショッピングするよね。する。あれ日和だよ。あれちょっと日和だよ。しかも男内でナンパできへんかった時の理由付けみたいな。ああ、今日のページ見ただけ。そう、いやいや、見ただけよみたいな。見えますか。確かに。ゆえのと何ってさ、ナンパしようかみたいな話してたけど、結局2人で11時間飲んだんだから。11時間あるあるある。あれも知らなかった。しかも一番ダサいのが2人で飲んでて、ちょっと可愛くないみたいな。そっちも行かんみたいな。さあ、どこに飲んでるの？店？渋横、エビ横みたいな。ああ、渋横、エビ横。クソ、鍵行ってんじゃん。鍵にいる、鍵にいる。死ぬよね、トイレにいちいち髪が直してない。死ぬ、死ぬ。あれあれだな。まあ本日はちょっとエビ横のご紹介でした。ありがとうございました。ありがとうございました。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。私は出会ってから飲みに、まあ着席しました。まあ恵比寿横丁のソーテでね、着席しました。で、飲もうよ、飲もうよ。ね、あー、飲みよ、みたいな。飲めました。飲めました。おー、そこに成立が。そこへ、飲みに成功しました。で、私たちは、2人ですね。2人で来てます。恵比寿横丁で、男2人で。まあいいよーってね。うまく。うまく。父だ、父だ。なんか、父か。女なの？胸筋？あ、これ、美女。美女。その子も美女ですか。はい、この子は鉄です。あ、鉄だ。おー、鉄だ。来た。ガーディアンです。エビ横の組み合わせ、2人組、これしかいません。おえ、鉄の、なんだっけ、守護者、鉄壁の感じ、鉄壁の感じ、鉄壁の感じ。まあ、ガーディアンですね。ガーディアンというのは何のことかと言いますと、この子、なんか、いい感じになって、2時間になってね、飲んで、で、この子と一緒に帰ろうとしたら、で、この子を思いやってるふりして、嫉妬して持って帰っちゃう、はい、邪魔するみたいなのが、ガーディアンの子なんですけど、まあ、今回僕が解説するのはガーディアンの対処法です。なるほど、はい、これ永遠の課題なんですけど、まあ難しいことなんですよね、これは。まあどうすればいいですかね。どうすればいいですか。めちゃくちゃあります。めちゃくちゃあります。ちょっと酒。うん、いいですね。めちゃくちゃ飲ます。めちゃくちゃ飲ます。はいはいはい。ジャン負けが引き受ける。あ、引き受ける。はいはい、別はね。全然結局嫉妬ですから、持ち上げたらいいのかなと思いました。あ、そうですね。それ素晴らしい。目の前でジャンプするの。お前、負けたらこいつなんて。明らかわかるやん。負けて。あー、最悪やん。
えば、まあ、こっちもね、森山、ケスの2人でね、いるとするじゃないですか。うん、行け森山行けって。ここ行ったら、もうね、必然的にここ行けるみたいなね。そう、今までこういうこと何度もありましたね。そうはい、森山はね、そういうとこ。割と鉄担当。鉄担当。担当切れみたいなのがあります。まあ、僕としては、まあ、そんなにいいやつってあんまりないんで、とりあえず、セパレートは一旦諦めるとして、うん、もうこの場を楽しく終わることを重要視した方がいいかなと思いますよね。まあ、この可愛い子もね、この鉄より可愛いってことを自分で分かってるんですけど、うん、でもそれでも、気まずくはなりたくないですね。この子に劣等感を抱かせてしまう、気まずい一日の終わりをしたくない。うん、なんで、この子を気持ちよくさせるっていうのが一番大事なことですね。うん、はい。だから、喋りかけるとき、え、なんとかなの？なんとかなの？話しかけるとき1対2っす。俺は1対2の方。1対2以上放置、以上放置より、はい、はい、なるほど。これ大事です。で、どっちの方が推しだっていうのを悟られちゃうんですよ。なるほど、こっちの方が可愛いと思ってんだなってこの子に思わせちゃってます。なるほど。この子はもう今日一日でそれを感じ続けてきたんで、もう平等に接してくれると、むしろこっち厚めに接してくれると、うん、もう気持ちよくなる。そうですね、はい、となるともう4人の会話の空気もすごい良くなって、うん、でこの子も気まずい思いしないですよね、うん、でなんなら私の方かわいいのに私を見てよって泣くんですよね、うん、そうですね、はい、これなるですよ、これなるこれなるなるですよね、ほんとに普段の上がって2、1ぐらいで相手されてますからね、そうですね、なんなら5、1 5、1ってかわいそうかわいそうやな、いろいろあって鉄になってそれがあって確かに元から鉄のやつだよね、5回ね、好きな食べ物何とかどこ住んでるのそういう面向かいがあるのか君名前なんだっけみたいなそうだよ、これはもう連れて帰る、うん、だからなっちゃうんですよ、うん、で、この子もね、その開き直れないんで、じゃあ帰ろうかって感じ、うん、友情大事ですからね、はい、友情大事です、だからこの鉄化させたら、ガーディアン化させたら負けです、そういうゲームですね、なんで、まあもしセパレートしたら、さっきケイスさんも言ってたんですけど、めっちゃ酔った時、うん、これセパレる可能性あります、うん、なんだからこっち側も、あ、行っちゃおうみたいな、なるのかもしれないからね、めっちゃ酔っ払ってるよねそうですね俺と森山酔いすぎて二人で手ついちゃうからえぇ、ー、ビジョン気づく、ビジョン帰っちゃうビジョンが帰るな、そう、何してんすか、本末転倒だよね、間違えた大事なんですよね、その二人に対しての質問は絶対こっちの目見てちょっとしたことなんですよ、あの大事にしてますよっていうのを心がけ、まあ、気づけばビジョンがね受けちゃいます、うん、はい、まあ以上ですね特に大事です、むしろもう鉄にしか話しかけなくていい、基本的に決定権は鉄が持ってると思う、はいはいはい、3人組だったら一番可愛い子が決定権を持ってることはほぼなくて、真ん中か一番下の、うんうん、真ん中のパターン結構多いかもしれない、あーあるね、うん、なんでまあ3人組ナンパするときは一旦真ん中に話しかけてみて、うん、決定権ありそうな感じすぐ分かるから、あ、決裁者です、そう、決裁者決裁者の見極めが一番大事ですね、営業も大事、まあ、基本この組だったら鉄の方が決済じゃなくて、こっちを大事にしましょう、うん、頑張りましょう、でも仲良くなるって何で分かってたんですか、でもやっぱナンパってちょっとこの状態っていうのはね、クソしたいじゃないですか、親がナンパやってるでしょ成功したからじゃないですかどう連れ出すか、はいはいはい、この話もう男全員違うんですよ、これ聞きたくないですか、講師だからエビじゃない聞きたくない連れ出す、もうセパレートできてお互いになりました、うん、もうこっからはただのピンアポと一緒、うんうん、その時にホテル連れ出す、家連れ出す時のムーブ言葉、ムーブ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 声引っ張るムーブあれも言ってるからもう最後じゃないですか、クロージング、これやっぱプロの講師の方に多分聞きたいと思うんですよ、視聴者の方に、うん、今居酒屋で仲良くなっただけじゃないですか、うん、その先が知りたいと思う、あ、その先でね、ホテルまでのロードマップを知りたいですね、はいはいはい、でももう、行かっていうだけじゃないですか、実際そうではあるノリで、うん、押し通すというか、なんかさ、あの複数
10人近くいる飲み会にさ連れ出すことってあるじゃん、うん、ああいう時って俺 LINE するかな一回自分で出てるから、うん、そのパターンがなんか一番綺麗な気がする出ようよみたいに言っといて、うん、先に出るからした後で来てなんかさちょっとドキドキするじゃん、うん、その感じでそれをやるかもしれない、うん、その時めっちゃちょっと注意点ないですか注意点なんかもういけるって分かった子にするじゃないですか、うんうん、でもそいつが結構プライド高めで、うん、自己承認欲求高めやったら、うん周りに言ったりするんですよ。ああ、刺されめっちゃ嫌だ。言われたこと結構あって、起きて、これ気をつけて。何回か不審のやつ見た。やられとんかい。これか。そう。9時から電話来たんで。どうしようどうしよう。行ってこい行ってこいっつってんだけど、いや残る残るみたいな。そしたらさ、9時が帰ってくるんだよ。外で待ってて来ないっていうのがあって行くって言ったのにね、うめえなで平然に眠いそって戻るっていうおっすっげえもうそこってないじゃんまあやっぱ泥臭いよね連れ出しは、うん、なんかスマートに行けなくないそうですね初対面だからねあくまで22はねまあ我々割と専門っすよね専門だね、うん、専門分野ではあるんですよね、うん、結局俺らって22に遊んでた時とかも結構セパンなかったんで、うん、そのままあの4人家に入れてそのまま始めちゃうんだよねそう陽キャだから陽キャだそうだね、まあ、2人と一緒にもなんか家でもう一回飲もうかみたいな流れとしてはでも電車がそれできるのはもうなんかそのもう全てのトーク見た目全て当然なんですけど視聴者目線やっぱそれ難しいと思うんですよ、うん、あ家についてくるそうそうそうその指導自然家のそうそうほとんどの視聴者やってみてる玉砕しそうな気がするんですよ俺らも最初からできたじゃなくて玉砕しまくって あれがダメこれがダメっていうのを勉強してったからじゃないかなあのコテクとか使ってたよね一人しぶれむいですよねはいはいこっちじゃ思いますってケスケが俺んち汚ねえからマジで無理マジで無理みたいないいじゃん飲みたいっしょみたいなそしたら3対1の構造作るわけですよ男女男が2人とも「いいと思うよ」っつってたらちょっと怖いよああ確かにそうっていうのは何回かやっていくうちにやっていくうちにこれマジ刺さるこれマジ刺さるこれおすすめだねいや覚えるじゃんそうめっちゃシュールそうそうそうゴラリーぐらいしてお前みんな片付けるのええよその時ちょっとにやけてそうもうにやけてそうだからでもね、まあ、基本行きたいっていう前提この二人そうだね、うん、なんか嫌がってると大体鉄が持ってくるんだよね、うん、鉄がえいいじゃん家のあの想像の人鉄エヴァの鉄エヴァの鉄エヴァの家に連れ込むべしかもうまあ1時間でね1対2でもう頭が入るから鉄はもうねそうもう嬉しい嬉しいビジョンは、ビジョンは、私どっちでもいいけど、みたいな、こんな感じで揺れてるから、鉄を乗せたら基地なの。え、じゃあやっぱ、鉄も男女のそういう青春に憧れてるってことで。鉄は誰よりも求め。大変な。アイアンメインで自動的に。愛を求めてる。愛を求めてる。愛が欲しくて鉄になってます。そうそう。痛みゆえに、鉄溶かしてしまう。これ以上自分を傷つけないために鉄を買うってやつ。そうそうそう。つまり、そこにちょっと歩くからね。実は、出会いを求めてるんで、一応美女で連れる男たちの中で生きてもいないかなっていう迷惑してるわけだから素直になれねえんだ素直になれねえんだ可愛いねん可愛いじゃんでもその鉄のムーブってめっちゃあるなってて心理学とかあるんですよ森山くんめっちゃイケメンじゃないですか、うん、で、あんまイケメンじゃないグループの中に森山くんいるめっちゃイケメンの中に普通ぐらいの男の人がいる、うんってなった時にずっとここおったら森山君よりこっちの方がモテるんですよ本来は森山君の方がモテるけどそのグループにいたらこれが逆転するっていう動物の実験で行われてそうなのこのオスの序列が変わるはい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 だからこれ鉄、うん、これ心理学持っとってますこれ持っとってますなるほどなるほど美女に囲まれてる鉄はモテるよねモテるようになるんですよなるほどねその鉄美女とって鉄グループに戻った時これ圧倒的一致なんですよ死ぬ死ぬ鉄は鉄製のフレスガール本当は自分が持ってる海外も持ってるはずなるほど鉄は鉄は磨かれていくんだねそうだなこの鉄はこの美女がいることでやっぱいい男が飲めるんだろうねでもみんなこっち行っちゃうから鉄になっちゃったんだよねで自分より可愛くない相方で行ったこともあるんだよねこの子は、うん、そうでもそしたらいい男捕まえられない
そうっす。なるほどなるほど。え、なんか俺これから鉄に優しくできる気がする。鉄の痛みを理解して鉄に寄り添うというのが、はい、エビオコの攻略法でした。あ、まとめたぞ。はい、すげえ面白い。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。参考になりましたか皆さん、はい、どうですか。いやー、勉強になりました、ね、勉強になりました。コンセプトも鉄研究所みたいな。鉄研究所。これだけでもう一歩いけるんだ。深掘れるな。てかまあどんな時代組の鉄は片方鉄っていう説があるからね、まあ比較だからね。どっちかがモテてしまうと片方が鉄になるっていう、ね、徐々にですね、うん、じゃあ全女性は鉄になり得る。えっ、こう確かに、この美女ももっと美女とったら鉄になる。そうそうそう。鉄になる。まあ以上、出会い研究所ナンパスポット編でした。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。次回何編やりますか。これ結構やっぱね、需要あると思うんですよ。合コン編。合コン編。合コン編いいっすね。合コン編はあるよね。マッチングアプリ編はやったから、まあ、まあやったね。まあやったね。まあ、こんな適当なのでよければ何回でもできる。ピンアポ編もそうですね。あー、ピンアポ編。男みんなより良い女を抱きたいっていうあれある。より良い、はい、グレードの高い。はいはいはい。格上を落とす。はいはいはい。はいはいはい。格上編いいね。格上編いいね。再生数伸びそう。格上編。格上編ね。確かにな。あるな。ノウハウありますもんね。格上編。ということで次回ね、格上編だったり、ピンアポ編、合コン編やっていくんで、はい、よかったら、グッドボタンとチャンネル登録お願いします。お願いします。それでは皆さん、また次回の動画、お会いしましょう。あーしましょう。